町づくりが行われ、山口は西の京と呼ばれるようになりました。徳川に建てられた市内を流れて西の徳川は、春には桜が咲くと起こり、城郭は伝統的な花を灯します。また、この美しさは日本三名湯の一つに数えられ、山口のシンボルとして大内文化を優雅に伝える国宝瑠璃光寺の五重塔や、大内氏は伝統として全国的な鉄柱に築堤させたものと伝えられる上越寺鉄柱塀などがあります。市内は大内氏ゆかりの史跡が数多くあり、技や風習も大切に受け継がれています。その中の一つ、大内塗は山口に伝わる漆工芸で、中国との貿易を進めるにあたって重要な輸出品でした。その後も技術採用されながら受け継がれ、山口を代表する工芸品となりました。約200年間山口を本拠として栄華を極めた大内文化は、現代にその歴史をとどめています。まもなく山口、山口です。出口は左側です。開くの後はお足元に気をつけください。山口では停車時間わずかです。降りられるお客様以外は外に出られないようお願いいたします。山口を出ますと次は日本に止まります。Thank you.